はい、ちかパンです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は五反田パン旅、それでは行ってみましょう。 JR の五反田駅を下車したら、まず最初に向かうのはセゾンベーカリー&コーヒー。2023年3月にオープンしたばかりで、駅から徒歩4分くらいという近さなのに、周りがマンションやオフィスタワーってこともあり、比較的静かな環境です。朝は8時からオープンしていて、ベーカリーカフェ&レストランなので、手前にはパンが並び、奥ではカフェメニューを食べることができるようです。どこか海外のベーカリーを思わせる雰囲気で、私が訪問した10時半頃の品揃えはこんな感じ。マフィンの種類の多さが印象に残りましたよ。こちらで購入したのは焼きスパイシーカレーパン。生地が薄めなのですぐにカレーに到達。ピリッとした辛みがじわじわ広がります。パン粉の代わりに小さめにカットされたクルトンがまぶされていましたよ。クロワッサン。ふんわりというよりはしっかりした食感。バリサクで香ばしいのだけれど、クラムはしっとり。トマトのマフィン。味わい的にはケークサレみたいです。それでいてマフィンなので甘みもあり、ホロホロっとした口どけ。ローズマリーの香りとドライトマトの酸味がギュッと全体の味を引き締めていて、これめっちゃ美味しいです。焼きスパイシーカレーパンの断面はこんな感じでーす。クロワッサンの断面はこんな感じでーす。トマトのマフィンの断面はこんな感じでーす。続いて向かうのはパネッテリアアリエッタ。セゾンベーカリー&コーヒーからは徒歩で5分くらい。白と赤の外観が目印です。こちらに訪問するのはかなり久しぶりだったのだけれど、どうやら代官山の人気ベーカリーであるメゾン一の姉妹店だったらしく、店内には両店のパンが陳列されていましたよ。オープン直後、11時の品揃えはこんな感じです。こちらで購入したのは抹茶と5種のかのこ豆。抹茶パウダーが練り込まれていて、5種類のかのこ豆は1種類ごとに微妙に味わいの違いがあるので、食べていて飽きないのが良き。豚角煮カレーパン。とにもかくにも角煮が美味しい。辛みはあるけれど、シュレットチーズでまろやかに。角煮に和の味合いも感じて、これはね、肉の旨みを堪能できるカレーパンですね。ミエレミにはセミハードな食感。全粒粉を配合した生地に蜂蜜がたっぷり練り込まれていて、優しい甘みが口内に広がります。松の実のプチプチが良いアクセント。抹茶と5種のかのこ豆の断面は、こんな感じでーす。豚角煮カレーパンの断面は、こんな感じでーす。ミエレミニの断面は、こんな感じでーす。最後に向かうのは豆腐パン。一旦五反田駅に戻り、反対の出口に出たら徒歩で5分。恵比寿にある豆腐食堂の姉妹店として2023年4月にオープン。豆腐食堂で作られる豆腐、豆乳、おからを使用したパンを販売しているんですって。11時のオープン直後から結構ひっきりなしにお客さんが来ていましたよ。こちらで購入したのはあんバター。乳製品や卵を使用の丸パンに自家製あんこと豆乳バターをサンドしたもの。豆乳バターって初めて食べたのだけれど、普通のバターより滑らかで塩味が効いていました。豆腐カレーパン。食パン生地をベースにしていてもっちり食感。カレー豆腐醤油豆チーズ入り。結構カレー自体は辛味が効いています。最初カレーに豆腐と思ったのだけれど、この組み合わせ何気に合うのでびっくり。醤油豆チーズ。こちらもベースは北海道産小麦を使用した食パン生地。醤油豆とチーズの食感が交互にやってきて、やみつきになる美味しさです。あんバターの断面はこんな感じでーす。豆腐カレーパンの断面はこんな感じでーす。醤油豆チーズの断面はこんな感じでーす。ここまでの復習、五反田パン旅一言で言うと、カレーパンを食べてみるべしということ。セゾンベーカリー&コーヒーは焼きカレーパン、パネッテリア、アリエッタは豚の角煮が入っているし、豆腐パンはカレーに豆腐という組み合わせで、ちょっと他にはないものが多かったですよ。今回のお店、水曜日から日曜日までなら全て回ることができます。五反田パン旅、参考になりましたでしょうか？パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。